急にめちゃめちゃ真面目な漫画、フールナイト三巻、なんで三巻なんだよ。ヨミコを襲ったアイビーへの復讐を誓う藤四郎、果たしてアイビーを追い詰めることはできるのか。話が1ミリも分かりませんが、光の差さない絶望の世界で人々は人間を植物に変える天化という技術に希望を抱いていた。完全な植物である霊化となるまでの、残された時間は2年間。そんな世界で貧困にあえぐ藤四郎もまた霊化になることを選ぶ。霊化になるまでの時間を豊かに生きようともがく藤四郎、そしてそんな藤四郎の前に完全に植物になってもまだ活動を続ける不気味な霊化が襲ってきて、幼馴染の陽子が犠牲になってしまう。フールナイト面白そうだけど、なんで3巻なんですか。あんのかな、探したら。ねえぞねえぞ。何出てくるのかなと思ったら、あのガチャガチャのガム出てきた、おいこれあのガチャガチャのガム出てきた。え、これ売ってるんだ、ガチャガチャのガム。食おう。うわうまっ。これさ、秒で味消えない。このガムって秒で味消えない。これなんかね、今俺食ってんけど、この普通のやつの中に恐竜の卵の形したガムが入ってます。美味しいこれね、美味しい、これ美味しいわ久しぶりに食ったらうまい。すでに味なくなってきてる。次いきます。音楽用はっきり録音、片面30秒、テープ、カセットテープです。これこれだけあってもダメです。次いきます。電池足んなくね、電池足れる。俺今あと10本ぐらいじゃないんだけどさ、電池足りなくね。というわけでもう一個電池買ってきました。パナソニック鬼滅の刃炭酸電池。今月の鬼滅の刃、まさかのもう電池です。桁が違う、見てください。電池に炭治郎、禰豆子、善逸、誰だっけ、猪俣みたいな名前のやつ、猪之助だ、そう、猪之助のししじゃねえよいしし、とのししじゃねえんだわ。もちろん鬼滅の刃の炭酸電池で遊ぶゲームなんか1個しかないでしょう。これです、鬼滅の刃全集中パッドのピンク、禰豆子バージョン、タッチペンで切る、カメラで撮る、直感的な遊びを楽しみながら全集中で学べる。なんとプログラミング学習、国語、漢字、ゲーム、生活、カメラ、算数、英語、図工、音楽、人物図鑑、圧倒的なラインナップでお送りする全集中パッド、遊んでいきたいと思います。鬼滅の刃のおもちゃで遊ぶためにこの企画やってるねって書いてる。これ見て、このペンね、禰豆子のね。あの炭治郎バージョンもあったんですけど、みんな禰豆子、やっぱ女の子多いんで、うちね、皆さん女の子だと思うんで、あの女の子用の、女の子の方がこっち選ぶかなと思って、あの鬼滅の電池を入れたとこ山々なんですけど、普通の電池入れます。いや、ずっと遊びたかったんだよな、鬼滅の刃全集中パッド。え、始まった、やばい。名前入力、カカになっちゃった。え、すごい、すごっ。選んでね。何を選ぶのこれ、ちょっと待って、見えない。デザイン、やっぱ禰豆子スタイルだよ。じゃあ、あ、間違えた、あー最悪、炭治郎になっちゃった。右手選んでね。カセンくんもっとない、読み上げる方法。鬼滅の刃全集中パッド、すげえ。お前それマジでやめろお前それガチでやめろ。何を、え、何やろお前ら。プログラミング、国語、漢字、算数、英語、音楽、図工、ゲーム、生活、人物図鑑、カメラあるんだけど、やっぱりカメラだろ最初は。選んでね。え、なんかいっぱいカメラあるわ。ちょ、お前ら選んでいいよ。やっぱ技カメラかなこれ。やってみよう。技を使ってる時の写真を撮ってみよう。え、どこカメラ。ハハハハ。
いや、いい、保存しなくて。ちょっともうちょい完璧にやりたいな、せっかくだったら。雷の呼吸、維持の方。切られる側、切られる側、切られる側へって。人物カメラはこれ一緒に撮るやつだよね、多分キャラクターと。選んでね。関さんいるじゃん。関さん撮るわ。撮影してね。よし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 。保存したよ。撮影してね。カメラついてるのすごくない？選んでね。え、写真がないよって言われる。保存できてないんだけど。これカメラで撮るのか最初に。保存したよ。これ保存して、やっぱこう。すごくね？これ電池でこんなんできんの？鮮やか、これ鮮やか、これ鮮やかいいじゃん。これでこうよ。これでこれもね。これも根豆子よ。これでこれ。あ、やばいやばい、目にもついちゃった。これこれも一撃よ。これで自分かまど炭治郎いいっすか。完全にかまど炭治郎やん。なんと写真パズルっていうのがあって、編集写真ハハ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 。すごいすごい。いいぞ。これ全部集めさせてるってこと？これ3つ集めたらなんかあるんじゃん。やっぱちょっと剣士の訓練やろうかな。剣士の訓練。お前が鬼殺の剣士としてふさわしいかどうかを試す。スライドして切る。ちょっと待って、この画面でやるの俺クソむずくね。は？おお。おい、裏技見つけたぞ、おい、裏技見つけたぞ。あ、まずい、おにぎり切っちゃった。え、判断が遅い。また遊ぼうな。でもさ、正直すごくね、このゲームパッド。かせんくん。次いきます。またイラストだ。ネコミさん、フォノグラフィック、イラストレーターネコミ初画集、誰もが一目で虜になる絶対的可愛い。可愛よ、めちゃめちゃ可愛い系やん。可愛い、エロエロエロ、可愛いね。エロ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 、可愛よ。あ、これがミクちゃんですか。あ、 FGO あるんだ。あ、え、これはあれ、これなんかゲーム部みたいな。ちょっと待って。あ、いきますか。かわよ、かわよ。え、メイキング結構細けえな、この人。めちゃめちゃかわいいです。このグラフィック。こんなん何冊も撮ってもいいですかね。お、望月圭さん来ました、大先生。イラストレーター望月圭。初の作品集。今までとこれからの新しい望月圭を、この一冊に込めました。バイ望月圭。チューニズム、初音ミク、西三次他、多数の版権イラスト収録。米山舞氏との、特別対談を収録。え、うめえ。ほんとだ、なんか見たことないイラストめっちゃあるぞ。でも俺たまに見られてるから、これ見てんの見られんのなんか恥ずかしいな。人間よ強欲であれ。あ、これが本の名前なんだ。望月圭画集、人間よ強欲であれ。表紙かっこいい。最高です、ありがとうございます。見てください、この分厚さ。ダイブトゥーモンスターハンターワールドアイスボーン、全5章構成プラスアルファで調査団が到達した真実へと再びダイブする。モンスターハンターアイスボーンの公式設定資料集。そんな話やったの。そんな話やったな。なんかこれ見て思い出した、モンスターハンターワールドがどんなゲームだったのか。
あのさ、このバルハザクのさ、装備あるじゃん。あのボロボロの布みたいなかかってるやつ、コンセプトアートみたいな、元のデザインみたいながあるんだけど、むちゃくちゃかっこいい。バルハザクのイラストバルハザクの装備のイラストがむちゃくちゃかっこいい。違うやつあるじゃん、ベータガンマみたいな、もう全部ある。ことごとくを滅ぼすネルギガンテだっけ、これネルギガンテの剣、夏これめちゃめちゃ使ってたな。え、めちゃくちゃ、え、イラストがめちゃくちゃかっこいい。これモンハンのファンだったら結構いいかも。受付嬢の季節衣装まであるぞ一瞬だけチラ見せしようかな、マジですごいぞこれミラボレアスの次あのポポなんだけど生肉を剥がれる。ちょっとモンハンやりたくなった、これ見て。この分厚さ5000円するけど、これファンだったら買った方がいいんじゃないかもうメインディッシュかもしれない今日の。秋元けん玉研究所と大空けん玉がコラボしました。驚くなよ、10連けん玉、なんと10個けん玉連なってます。なんとこれ10個一気に乗せれます。ちなみにこれめちゃくちゃ高いですちなみにこれめちゃくちゃ高いです。あー絡まった。これもう終わりや、終わりや、ここ終わり、ここ終わりだろ。もう一個でもいいから乗せたいんだよ。わー惜しい惜しくね、惜しくね。今8個は乗ったよな。あのね、けん玉って乗せるって思わない。けん玉をこの皿の上に乗せてやろうとは思わない。玉の下に皿を置く、それだけ。いや惜しくね、マジで。これ何個乗るかやれよ、賭け。0個と1個1でいいよ。いや今のね、心乱れてた俺、ダメだわ今の、マジでダメ。いや無理だわ、10個は。え、俺こんだけ乗ってるだけでも全部すごくない？これしゃあねえな、お前らが望む賭けが何か分かってる俺は。時計だ。え、ちなみに俺先の時から俺10個乗せに行ってるからね、マジで手抜いてるのに。10個乗せに行く。ゼロです。ゼロです。ゼロです。この度はけん玉を一つも乗せることができず、大変、非常に申し訳ない思いをしたというところで、ぜひちょっともう一度トライさせていただければと、いったところで、ございます。まる見とけ、絶対乗せる。俺は持ってるねんから、俺は持ってる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 男行くよ。ゼロです。ゼロです。ゼロです。1,2,3 ゼロです。なんなら本気でやってゼロです。ちょっともう一回やろう。ちょっと今の違うわ。ちょっとね、作戦変更します。あの10個じゃなくて、ちょこれ本当にね、ズルにならないように先に言ってきて、あの一個乗せます。真ん中の一個乗せに行く。この赤の玉2つ、この玉、このこれを乗せに行く。6乗りました。これ十分ではないでしょうか。これ当てた人すごいんじゃないですか。倍率 4%。 6に25万かけてるやついる、すごくね。え、これ何回かできそうだな、ぶっちゃけ。結構乗る。8だったっけ、6いったもんね、最大6000が16万になりました。ありがとうございます億万長者もいるね。皆さん、あの YouTube で10連けん玉で検索って書いてるわ、ここに。成功動画、なんか YouTube かなんかで見てください。わあ、よかった。フールナイト2巻、なんで1巻もある。きっとどこかに1巻があると思います。おお、虹ヶ崎ホログラム、朝のイニオさん、強い意志を持ちな、もっともっと強い意志を。虹ヶ原という土地を舞台に、小学校の同級生たちの過去と今が交差する。子供たちの噂、トンネルの中の怪物、家族の秘密、蝶の異常発生、あらゆる糸が絡み合い織りなす新世紀黙示録。こんな作品はもう二度と書けないと思います。朝のイニオ、
結構分厚い。これ漫画です、ちなみに。漫画。小説じゃないです。なんか表紙が、ね、なんかちょっと怖いね。どんな内容なのか、それ気になります。読んでみましょう。ありました。フールナイト1巻。これで1、2、3巻なのか。よかった。うわっ、これマジ？マリオのキラーのフィギュア入ってたぞ、おい。あの、もうズタボロです、そんで。一体なぜこれをおすすめしてきたんでしょうか。取り出させる気あんのかっていうぐらい超がっつりキラーがハマってます。最後アスナのスカートの下に置いてきました。次いきます。わー面白そう。名馬を読む。本書は従来の名馬物語には付き物だった成績などのデータを掲載していない。活字だけで名馬を読んでもらおうという趣旨である。新山、ハイセイコー、テンポイント、オグリキャップ、ディープインパクト、殿堂入りした32頭の定石とその馬を支えた人々の物語。いやメンツがいいね。あ、最近のまだこれオルフェーブルも検証馬なのか。東海帝王すごいな。おもろそう。名馬を読む。大馬さん好きな人はいいんじゃないでしょうか。しかもな、だいたいこういう競馬本になるおもろいんよ。俺何個読んだことあるけど。ボードゲームだ。これドイツのボードゲームアワードみたいですよね、これって、ミクロマクロクライムシティ、至る所に犯罪が潜んでいる街クライムシティへようこそ。この街では、この街では命に関わる秘密、卑劣な強盗、冷酷な殺人事件が日常的に発生し、もはや地元の警察の手に負えない状況になっている。そのため捜査官職の助けが求められている。ミクロマクロは協力型の探偵ゲームです。協力して犯人の動機を特定し、証拠を見つけ、罪を明らかにして難解な事件を解決していきます。事件の解決には巧みな推理と同様に鋭い目を持つことが大事です。これ何人ゲームだ。1人から4人。1人でもできるらしい。ミクロマクロクライムシティ結構あるんだよな、1人でもできるボードゲームって。匂いどんな感じ。あ、ちょっと開けてみよっか。ボードゲームの匂いはね、大量に嗅いできたからな。多分ね、ボードゲームの匂いで分かります。実際あ、これ神ゲーですね。神ゲーの匂いしました、今。これ神ゲーです。ミクロマクロクライムシティ。次いきます。ヘロ、グッドスマイル、初音ミク。初音ミクってクオリティ高いもの多いじゃん。ん？お菓子？わっ！かわいい！はい。初音ミクです。かわいくない？首動きます、これ。匂い？あ！これね、初音ミクです、これ。この匂いはちょっとスパイシーだな。なんだこれ、なんかちょっとスパイシーな匂いする。え、パンツないです。パンツないです。かわいい。なんかこれぐらいのサイズあれだな、置き場所にも困らなくていいな。ポータブルテープレコーダー、ウィンテックのポータブルボイスレコーダー。これあれじゃん。これマジであれじゃん。すごくね、ほらこれなんか使い方わかるもん。いやてか夏テープのこれ、うわ見て、巻き戻ってるテープが。で俺じいちゃん死んでからじいちゃんの部屋自分の部屋にしてたんだけど、じいちゃんの部屋の引き出しにさ、いろんなこういうテープの背拍子になんか何の曲みたいなめっちゃ書いてたわ。俺のじいちゃん音楽とか好きだったんだろうな。ラストのやつだよこれ。こんなんでかいんだよこれ。金属片だけで作れるらしい。これやらかすとテープビーってなって終わんねん。なんか歯車みたいになってるやん。それを指でこうやってこうやって直さんかった、指で。おいす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 おい一周回ったわ、時代が。なんかね、エモティーな気持ちになりました。でもね、何気にここにあのちゃんとジャックがついてて、全然現代版なんだよ。今でもこういうのを作ってるとこがあるってことなんだよな。充電式かな。いやこれ挿してないとダメなやつか。何がポータブルなんだじゃん。え、電池だ。なるほど、コンセントでもいけるし、単二電池4本。結構使うな。単二電池4本でも動くそうです。単二電池4本はなかなかじゃない？次いきますか。次最後ですね。
なにこれ、食べるおもちゃ、ミルキュー。小さなペットたちは硬いものを楽しんでかじります。ミルキューは天然素材でできてるからとっても安心。あのウサギ、モルモット、チンチラ、プレーリードッグの食材が入ってました。なんで？え、なんで？え、なんで？なんで？俺買った覚えない。ちなみに勧めた覚えあるやついる？あのペット用ですこれ。あのいます？ウサギ、モルモット、チンチラ、プレーリードッグ買ってる人。あの本当にあげますこれ。3袋ガチであげる。ガチでいらないのこれ。うわうわわわわわわ、はい、おお、ほんとでかすぎだろ。綿菓子作ろうと思ったの俺。これで綿飴作ったらうまそうじゃね。1キロです、ちなみに。黄金糖1キロ。いやこれもまたあれだな、食事会の時にやるか。次、アマゾンベーシック。アマゾンの単4電池です。気が利くな。どうせ単4が必要なものもあんだろうと思ってこれを勧めてくれたんだ。はい、来た。しぐれうい作品集、雨に凍。しぐれうい初の作品集。多彩なオリジナルイラストはもちろん、書き下ろし作品を4点収録。幼馴染が絶対に負けないラブコメ、ラブライブサンシャイン、ウィクロス、大空すばる。半券イラストに加え、所属の垣根を超えて VTuber イラストも多数収録。作品総数150点以上。こだわりの超美麗カバーイラストメイキングしぐれウィ的制服図鑑も大公開。ホロライブ所属 VTuber 大空すばる推薦。すばるの母ちゃんの本、母ちゃんの好きな可愛い女の子がいっぱい。うまー。この人配信してるんじゃなかったっけ。うまー。うわ、東方の絵あるやん。あーあーあああ、この人、あ、すご、可愛い系だな、めちゃくちゃ。クズハが抹茶のアイス食ってた。お前抹茶のアイス食うんだな。抹茶のアイス食ってて笑った。いやいやいや、メイキングめっちゃ細けえな。あまりにも細かくて俺でも描けそうな気がしてきた。でも絶対描けないんだろうな。絵描けないやつってさ、線がまっすぐ引けないんだよね。これ描こうとした人だったら分かると思うんだけど、まっすぐな線を引いてくださいって言ってまっすぐな線引けないんだよね。なんかデッサンの授業の最初の方って縦と横の線をずっと描くの、うん、こうやって手ブレ補正機能を引けば引けるよ。そうそうか。うわ、出たー、マヌカハニー。喉にちょうど喉来てるじゃん。マヌカハニーってさ、喉にめっちゃいいって言わない？え？見て。うわ、くっせー、体育館の匂いする。マジだ。体育倉庫のマットの匂いする。ん？イブラヒムの匂いし、ここの先に、ここのイブラヒムの匂いして。あれ？これさ、どうやって食うの？マヌカハニーって。直でガッサいくの？これ。スプーン一杯。これでいい？これちょっとスプーン一杯ぐらいじゃない？蜂蜜。蜂蜜。うん。うん。うまい、まずいじゃないかも、これ。普通に蜂蜜。割とうまいかも。厚生労働省安全検査合格品らしい、これ。マヌカ蜂蜜。ニュージーランド産マヌカ蜂蜜だって。別に、蜂蜜さ、プーさんだったらそうかもしんないけど、好きな人もいるかもしんないけど、別にそんな蜂蜜ってさ、うまいうまいって、蜂蜜こうやって食わないじゃん。だから感想は蜂蜜って感じ。普通に蜂蜜の味する。甘い。虫歯予防になる？これは？アンドハニーと何が違うの？それ、あのシャンプーな、それ。なんかね、カロリーメイト新しい味出たのって知ってた？バニラ？あ、バニラだ。バニラ味だって。ちなみにお前ら何が好き？俺はね、チョコか、メープル？チョコかメープルか。プレーン、まあまあまあ、プレーン派の、プレーン派の気持ちわかるかな？うん。うんうん。うまい。これね、むっちゃうまい。うまいわ。相変わらず口パッサパサなんだこれ。チョコチップ入ってる。え、これチョコチップじゃないの？これチョコチップじゃない？なんかバニラビーンズなの？チョコレートチップって書いてるよ。チョコと2強かも。メープルは負けたわ。これチョコと2強かも。カロリーメイトにしてはね、結構うまい。はい、Dもビジュアルコレクション戦慄の奇跡。 D も、ラストリサイタルリボンの、ビジュアル設定画集。400点以上に及ぶ多彩な楽曲イラストを大きいサイズで一挙収録。ストーリーイベントやキーアートなどの ビジュアルも多数掲載。キャラクターや背景の設定がゲームカットシーンムービーの絵コンテといった秘蔵資料も充実。いつまでも D も
これね、 D もやったことある人だったら分かると思うんだけど、その曲ごとにイラストがあるのよ。このディーモと、この主人公アリスって言うんだけど、ディーモとアリスのイラストがあんの。それがバカでかく載ってる。今ね、ディーモ2あるんですけど、あの1だけやってて2やったことない人、2やったらビビりますよ。イラストだけでこのページ嘘だろ。今見たここ。これ全部楽曲のイラスト。まあ、あのこれね、ストーリーがあって、なんか音ゲーってさ、ストーリーとかないイメージみんなあると思うんだけど、ディーモとかサイタス、このレイヤーから出してる音ゲーってストーリーがあって、このディーモの1の方は終わってるんよ、ストーリーが。めちゃめちゃいい話、これネタバレになるんであんま言えないんですけど、めちゃめちゃいい話なの。まあ、ディーモやったことない人、ディーモやってみるよって感じ、もはや。最後、これです。パープレクサスエピック。弾を運ぶゲーム。遊び方は簡単、とってもシンプル。スタートポジションにボールをセットし、迷路の通路上に記された番号1から125までをたどって、弾を迷路から落とさないようにゴール番号125を目指して転がしていくだけ。弾が通路上から落ちたらまたスタートからやり直します。まあ、つまりあのカービィの転がすやつの激ムズ版です。俺やってもまだ弾見えんよな。これ弾見えるか。弾、この弾をスタート位置に持ってきたけどさ、スタートどこだよ。スタート、ここにまず弾を持っていきます。見えねえ。こっから次1番でしょ、まず。あ、え、どこ行った、どこ行った、弾どこ行った、弾、え、どこ、鼻息で見えねえ。弾消えた。あ、出てきた。ええ、ちょっと転がしただけなんだけど、ちょっと面白いなこれ。初めてやったわ。あったあったあった、ここのあったわ。ここ見える、弾銀に光ってるでしょ。こっから持ってって、はあ、時間無限に経つわこれ。もう落ちてる、もうっていうゲーム。これなんかね、難易度が3つあって、これ一番難しいやつなんだよ。あのイライラする人は簡単なやつからやってください。でも結構面白いちょっと序盤コロコロしてるだけなのにすでにおもろいです。おい、何入ってんだ勝手に、お前。もうこれむず、これむずすぎだろ。マジでゆっくりいかないとさ、すぐ落ちるよ。危ない危ない、ここゆっくり、ここゆっくり、マジで。見えてねえか見えてねえか。でも、ああ、6いった、6いった、6いった、7やばいって。ここ7、これ見えねえか。え、うまい、俺急にうまい。見えねえか見えねえか。あ、危ない危ない危ない。え、めっちゃいってる。16来た、18来た。え、さっきさ18から始まって落ちたんだよね。18、え、これ130ぐらいなんだっけ。いや、マジでえぐい。やばくない、これさ、だんだんみたいな見える、これ。こんなん無理だろ、弾転がすの。これ全部道通ってくんだよ、これ。弾こうやって地面下にしてさっきさ、コメントでさ、入院中にやってたわって言ってるやついたんだけど、お前病室でずっとこうやってやってたのちょっと恥ずかしくないいや、楽しいのはわかるけど、いや、もう時間潰しになるかも。これ子供はね絶対喜ぶよ、これ。めちゃくちゃおもろいもん。あ、思い出した、あった、もう一個。関係ねえけど、あの弾飾る用のやつもついてた。もう一個だけ忘れてた。いや、出そうか迷ってたけど、やっぱお祝いしたいなと思って、ジェラートピケの寝巻きっす。なんか絶対似合うこれサイズさ、俺絶対合わないだろサイズ。割と似合ってるかも。俺これ割と似合ってる。無理だろこのズボン。俺これで寝るの、今日これで寝ようかな。ちなみにこうなってるね。まあ一応尻尾はついてるっすね。国旗背負ってんじゃねえ、国旗背負ってんじゃねえ急にあの国際的な話にするのやめてくれない。俺別に日の丸背負ったわけじゃねえんだわこれ。